おはようございます。10時ですね。今、筋トレを終えてという感じです。サッカーのシーズンが終わってでんですけど、ウェイトのところはやんないとやっぱ体のね、どんどん退化していくのは間違いないから、ちょっとそこはしっかりとやりながらという感じにはなります。日本に帰ったタイミングで、左肩のオペをすると思います。なぜかというと、もう自分自身肩が、スペインに来て去年1回で、今年で全部で3回練習中含めて3回外れました。で、違和感はすごくあって、まあそれに対しての怖さもあると。でまあ よろしくはないよね、その状況って。こう、まあ先生を紹介してもらって、まあ一回そのドクターの判断にはよると思うんだけど、もしオペが必要な場合はそこでもオペして、日本にいる間2ヶ月の間にまあしっかりと治すというところにしようかなとは思っています。内視鏡でやれば結構時間もね、そんなかからないっていうし、開かなければ、すぐにねパンパンパンと内視鏡のオペでできるらしいので、そこはやってくれたらいいなとは思います。日常生活でもこうたまにこう今開かない上げてるんだけど、もう単純にこの内側にね手がいかなかったりとかしてんのよね。でカクカクってなったりとか、こう変な違和感はあるから、まあ日常生活でも多少は支障出てて、まあ3回目4回目肩外れたらもう手術だよとはスペインの先生に言われてたんだけど、もう筋トレのところでねうまくカバーできんじゃないかなと思ってたけど、まあ、ウェイトしてもこう毎回毎回外れちゃうと。だからまあ一回ドクターの判断によるけど、オペした方がいいんじゃないかなとはちょっと僕自身も考えてます。しっかりとそこを判断をこうドクターに煽って、まあ、見てからかなと思うし、まあ、実際にそのドクターのとこ行くのも6月の5日、アポは取れたので、まあ、検査して、まあ、見てみましょうという感じになります。まあ、ちょっとそのことについて、ね、明日お話してきたらなと思っています。まあ、そんな感じで今日の一言に気にしたいと思います。ではまた。